クリシャの寄り道を聞きの皆様、こんにちは。私は佐藤和歌子と申します。今回は人生のターニングポイントというテーマでお話をさせていただきます。これは私がただいま通っている教会に通い始めた頃のお話です。私は伝道部と教会学校の奉仕に入ることとなりました。そして秋元牧師から伝道部の方で壮年会や婦人会、中高生などのフォローを行うようにとのいう話がありました。そして私は中高生の担当となりました。はじめ何から行うのかなと思っていましたら、とにかく中高生会の働きのために祈り会から始めるということでした。日曜日、この礼拝、午前中礼拝の後、午後、毎週2時ぐらいから中高生会の働きのために人数は2、3人ぐらいの小さな祈り会から始めることとなりました。そしてその祈り会をなしていく中で1、2年ぐらいこの経った頃、関東地域のこの若い牧師2名の方から関東地域のこの教会の中高生に声をかけて、この中高生キャンプを行うという話が持ち上がってきました。そしてその働きは、50名から60名ほどのこの中高生がこの参加する、この毎年多い時は3回ほどいろいろな場所にこのキャンプに出かける、この中高生キャンプとなって行きました。時にはキャンプの講師として秋元牧師と牧会伝道師、牧師夫人の不思議さんがキャンプに何回か来られました。キャンプはこの数年後、このいつも行くところがもう決まっていなくてはいけない時期になっても、なかなかこれと思う良いところが見つからない、状況となっていきました。そしてそのことを秋元牧師に話しますと、秋元牧師は中高生キャンプのためにどこか良いキャンプがないか探してくださいました。そしてこの白馬キャンプ場を見つけてくださいました。白馬のこのキャンプ場が決まりますと、この中高生キャンプは今度はその場所で毎年キャンプを行っていきました。そしてさらに、キャンプをそこで続けていく中で、そのキャンプは中高生だけではなく、この中高生だけのキャンプではなく、現在では毎年2回、夏はこの全国賛美大会を行ったり、冬は映像祭や、またこの9つの賜物の実践の学びを行う、この教会、この全体で、この全体の、この教会の方々が、この参加する、この白馬キャンプとなっていきました。この大きく開かれて、この変化して進展していきました。そしてその働きはさらに進んでいくと思いますけれども、私はこの神様のこの計画の大きさと深さにびっくりしています。はじめは2、3人ぐらいからの小さな祈り会でしたけれど、小さな祈り会でしたけれども、神様の恵みのうちに働きが広がっていったこと、いろんな意味でのこのターニングポイントとなったことでもあるとは思いますけれども、私にとってもこの事柄はこの人生のターニングポイントの一つとなっています。この主の働きの土台のこのポイントが祈りから始まっていく、この基本的な大切なことを学ばせていただいたと思っています。今日は私の話を聞いていただきましてありがとうございます。それではまたお会いいたしましょう。